こんにちは。こんにちは。タツとナタチャルです。今回はドイツ人の妻のナタリアに100の質問をしていこうと思います。まだナタリアのことをあまり知らない方もこの質問で少しは知ることができると思います。はい、ぜひ最後まで見てください。はい。はい。では始めましょう。はい、じゃあ今から100の質問をしていきます。はい、はい、名前は？ナタリアです。何歳？現在では27歳です。国籍は？ドイツ。ドイツのどこに住んでいましたか？ドイツの南、黒森の隣。黒い森ね。兄弟はいますか？はい、弟がいます。血液型は？わかりません。でも皆さんどう思いますか？わからないんだ。身長は？158です。好きな映画は？トランスフォーマーズ結構好きです。トランスフォーマー？はい。結婚して何年目ですか？1年3ヶ月間です。1年と3ヶ月。はい。子供はいますか？ない。まだないですけど、猫がいます。普段は何語で話しますか？英語と日本語で話します。話せる言語は？ドイツ語、英語、日本語とロシア語。ちょっと。4カ国語。すごい。はい。日本語を話せるようになった時間は？多分、5ヶ月間の後でちょっとお話しました。半年か。半年か。夫婦で一番の思い出は何ですか？一番の思い出がないですけど、毎日が一番の思いですよ。毎日。はい。趣味は何ですか？趣味、ゲームが好きし、旅行も好きです。共通の趣味はありますか？はい、温泉と旅行。好きな日本のアニメは？一番初めてのアニメは、神風カイトジャヌ、これが好きでした。ドイツの文化で一番好きなものは？ドイツの文化一番好き…あ、クリスマス！クリスマスです。クリスマスね。有名だもんね。じゃあ、日本の文化で一番好きなものは？温泉文化です。温泉文化ね。好きな日本語は？一期一会です。ドイツの料理で一番好きなものは？シュニッツ好きでしょ。じゃあ日本の料理で一番好きなものは？お米です。日本のお米ね。はい。好きな魚はありますか？はい、ブリです。ブリね。得意な料理は何ですか？ボルシチと思います。ボルシチ、美味しいね。朝ごはんは何を食べる？朝ごはんに、プレーンヨーグルトとバナナと、トーストです。一番好きなドイツの都市はどこですか？ハイデルベルグがとても綺麗ですよ。日本で一番好きな都市は？とても京都、飛騨高山。日本に住んで一番驚いたことは？日本のトイレです。綺麗と暖かいと水も便利ですよ。じゃあ日本の好きなところ？綺麗だし静かし。じゃあ逆に日本の嫌いなところ？プラスチック使いすぎと思いますね。日本はどこでもプラスチックある。やばいです。好きな季節は？秋、その次春が好きです。日本の秋、日本の春。じゃあ夏と冬どっちが好き？夏ね。なんで夏が好き？寒さが嫌いです。都会と田舎どっちが好きですか？田舎はもっといいと思います。山と海どっちが好き？山です。喧嘩はする？もうあまりしてない。
最後に喧嘩をしたのはいつですか？覚えてません。じゃあ夫婦で大切なルールは？いつも話した方がいいと思います。どうやって仲直りをする？さっきの同じ話した。話し合う。話し合う。家での会話はどれぐらいしますか？いつも話してます。何で連絡を取りますか？LINE でね。 LINE でね、じゃあ夫の好きなところ。優しいです。夫とても優しい。じゃあ夫に対して直してほしいところ。何も。本当？本当だよ。子供の頃どんな子でしたか？とてもにぎやかな、木を登りましたとか。じゃあ夫への呼び方は？立つ。時々にもいる。今まで買ったもので一番高価なものは？私の MacBook。これで結構働きます。尊敬する人は？みんな尊敬します。みんな尊敬してる。はいはい、もちろん。動物になれるとしたら何がいい？猫と鳥。じゃあ猫になったら何をしたい？にゃんとゴロゴロしたいです。じゃあ休みの日は何をする？片付きます。洗います。日本でしてみたいことはありますか？はい、夏祭りに参加したいです。日本で行ってみたいところは？北海道まだ行ったことがないです。北海道に行ってみたい。はいはい。一番好きな日本のスイーツは？いちご大福です。いちご大福。宇宙人は信じますか？はいはい、絶対。もう人間もいるので。免許は持っていますか？はい、ね、持ってますが、ペーパードライバーだですけど。もし明日地球が滅亡するならどうしますか？もう私の夫と家族と時間を過ごしたいです。海外旅行をするならどこへ行きたいですか？韓国です。なんで韓国へ行きたい？はい、ショッピングとか。はい。もし100万円使うなら何に使いますか？かわいい服とか、好きなゲームとか。家具買いたいです。綺麗な家具買いたいです。はい。無人島に行くなら何を持っていきますか？一番大切は歯磨きです。じゃあ歯ブラシ持ってくってこと？歯ブラシ持ってくってこと？ I will take toothbrush。 歯ブラシ。虫歯は、歯磨きしなかったら寝られません。歯磨きを持ってくる。はい。そっか。うん。じゃあ、好きなコンビニの商品は？ローソンのクラブスティック。ああ、カニ玉ね。うん。じゃあ、まだしたことがないことで、やってみたいことはありますか？スカイダイビング。好きな野菜は？キュウリ。好きなフルーツは？全部、リンゴ以外。怒るとどうなりますか？どう立つ？どうなるかな。あんま怒ったの見たことないからね。まあ多分声が厳しくなってムードもとても冷たいな人になります。怒らせんようにします。じゃあ聞き手は？右ね。じゃあ口癖は？日本語の口癖。みんなは多分前のビデオ結構良い聞こえましたと思います。マジかです。マジかってすぐに。マジか。なんでいつもマジか。そんなにいい言葉じゃない。便利だからじゃない。そうですよ。よく見る YouTube のジャンルは？ゲームについて。他の人ゲーム遊んでりコメントしたり、またプサヒョルジの。スマホの待ち受けは？これ。よく使うアプリは？ YouTube。 もし過去に行けるならいつに行きたいですか？平安時代はなんか面白いそう。
苦手なことは？苦手なこと？あ、よくボール、なんだっけ、ドローできません。投げる？投げません。よく投げません。下手です。得意なことは？得意こと、片付き、オーガナイジング、掃除とか？一日の睡眠時間は？8時間ぐらいと思います。時々に9時間とか。もしドイツに里帰りする際に何をお土産で持って帰りたいですか？100円屋の便利なもの。便利グッズね。便利グッズ、うん。人気だもんね、日本の便利グッズ。じゃあ、お母さんの料理で一番好きなものは？お母さんのクリスマス料理。クリスマス鳥。ああ、ダック。ダック。美味しそう。しい。じゃあ、家族に電話する頻度は？私はあまりしてない。でもお母さんがいつも1ヶ月に2回ぐらい電話してます。じゃあ、ドイツが恋しくなったりしますか？Do you miss Germany? まだ大丈夫です。ドイツと日本以外の国でも住んでみたいですか？どうですね。私はとても考えすぎる人だから、まだ調べないとわかりません。最近見た夢は？なんか、恐竜があって、とても変な夢でした。ジュラシックパークみたいな。もっと変な。子供の頃苦手だったけど、今は大丈夫なものはありますか？何事も。好きな教科は？生物学。動物とか昆虫大好きだもんね。大好き大好き。興味のある分野は？心理学。過去の自分にメッセージを送れるなら？お母さんに最も手伝ってください。昔の自分に？はい。もっと手伝ったら多分お母さんが嬉しかったと思います。じゃああなたをハッピーにするものは？タツと話すこととか。お酒は飲む？飲まない？飲みません。最近ハマっていることは？もう一回動物の森遊んでいます。ああ、動物の森ね。楽しい。朝方？夜方？昼型です。昼型。夕方型かな。昼夕方型。じゃあ、コーヒーは紅茶？紅茶。好きなラーメンの味は？とんかつラーメンです。とんこつ？あ、とんこつ。とんかつは何ですか？とんかつは違う料理。そうなんですか。毎日しているルーティンは？窓開けて、新しい空気流れためにします。空気の入れ替えね。空気の入れ替えです。じゃあ何をしている時間が幸せですか？ショッピングとか好きで、なんかブラブラショッピングとか好きですね。ドイツ旅行をする人に一つアドバイスするなら？バスと電車がいつも遅いので、これにちょっと注意しないと困ります。はい。じゃあ、ストレス発散の仕方は？タツとスポーツをすることです。今までしたことあるアルバイトは？お土産屋さん、パン屋さん、リテールとかで。じゃあ、ペットはいますか？はい。2個がいます。好きな色は？黄色とパステル。買ってよかったもの？私のパソコン。MacBook 買ってよかった。どんなデートが好き？一緒にいい天気の時に喫茶店で行って話したり飲んだり食べたり。まったりデートが好きね。じゃあ将来の目標は？最も健康になりたいです。はい、
100の質問終わりです。え、本当？はい。すごい。